さあ今試合前のショットですね。さあ互いに個性的なデッキビルダーという対決になりましたが、今のところ禁止カードはないです。もうすべてフォーマットに存在するカードは使える。さあ松本さんはかなり順調に動けそうな手札ですね。さあ対する松田選手はこちらもパッと見問題なそうですね、うん、土地2枚に道路の召使いもあり、さあ土地が2枚あるかあるように見えたんですが、霊気拠点と森に見えましたが、そうですね、霊気拠点森、作白、竹霊稲妻、道路の召使い、つむじ風の居城、ドロモカ、ドロモカ、まあ、ドロモカ以外は先ほども見たようなそうですね。さあまずは久しの荒野から森を持ってきて西さんの誓い、そうですね、お互い土地が2枚スタートですが、誓いが土地をもたらしてくれるだろうと。さあこのフロンティアというフォーマット、このフェッチランドですね、こちらが使えるというのも大きな特徴になっています。さあ、松本さんは回転翼機行く気満々だったんですが、まあ、マネクリを引いて一瞬止まりましたが、うん、素直に回転翼機から、うんて効果見るとやはりすごいですね、このカードはね。そうですね、途上1ですか、ね、すごすぎる。はい、コメントで補足ありがとうございます。フロンティアフォーマットは M15、 そしてタルキールハオタン以降のエキスパンションが使えるとエキスパンションになっており、フォーマットになっております。土地はですね、あの基本地形の他にバトルランドっていう戦乱の前利化の土地もフェッチから持ってくることができるので、うん、ほとんど枯渇することはないと思います。さあもう早速禁止カードが、うん、動きそうですねさあそして早速青白のバトルランドですね、その戦乱ゼンディカーの2人ともあれですね、エクスペディションですね。さあここでならず者のセセヤ、そしてスタンダードと違うのが、突然このクリーチャーが回転翼に乗り出すとさあこれで3点。いや本当にこのカードすごいですよね。さあ松本選手フェリダーが2枚ありますね。ドールの召使い、ならず者の生成や竹霊稲妻とどれを捨てるかというところですが、マナクリーチャーを捨てると次のターンちょっとマナクリーチャーなりなんなりを除去するときにワンアクションになっちゃうので、うん、ここはフェリダーを捨ててきましたね。多分ですけどちょっと同型とかもちょっと土地の色が分かりませんが、土地の色次第で同型とかも松本さんは見越してるかもしれないですね。次から竹霊をずっと起こして竹霊のマナを起こして動きたいっていう思いもあるかもしれないです、で竹霊稲妻を道路の召使いに。さあこうすることで、戦闘に入る前にマナをなくせば回転翼機が竹霊で落とされなくなると、うんうん、なるほど。これで今 松田さん1マナしかないので、
さ、先ほど出しておいたマナで桜白、うん、すごいですね。もうお互い手札見てるとワクワクしてきます、うん、そうですね。さあそして松本選手の手札には2体目のヘリが回転浮きがありますね。ここで積塚さん挙手。さあドローがレイキとの蝶ですかね。さあたくさんの選択肢がありますが、うん、まずはレキトンちゃんから。さあもう少し前のスタンダードでよく見た、うん、懐かしいこの動き。いや猫もこう見ると本当に普通にただただ強いですよね。そうですね。すいません、確かにエーザーワークスは R がいりますね。ありがとうございます。松田さんの下のところに。そうですね、一応あの公式のフューチャーマッチに呼ばれた場合は土地を後ろにしてくださいって注意されるんですけど、さあ松本さんは大量のヘリコプターが、うん、パタパタパタ、はい、さあまあ昔のスタンダードのサヒーリコンボと同じく、こうやってどん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 盤面のプレッシャーを強めていくと対戦相手はいずれもコンボの、コンボのようにマナを残しておいたりすることができなくなるので、まあそれがやっぱりこのコンボデッキの強みですよね。普通に殴っても全然勝てちゃうっていう、そこは前のスタンダードと同じですね。公式のフィーチャーは確かも絶対にそうやってくれって言われるはずです。なんか結構ルール厳しく決まってて、呼ばれると土地を後ろに絶対してくださいでも拒否できなかった気がします確か。さあ2匹のヘリが、うん、さあしかしここで一気に盤面を空にしていき、とりあえず無限コンボの可能性が限りなく低くなりましたね、うん、さあそして泥もか。ドスンといったうん、すごいですね。こいつもすごいですよね。飛行反魂ですからね。さあここでちょっととこれで攻めづらくなりましたかね松本選手。さあここはドローを進めて
さあもうお互い大量のエネルギーを貯めつつ、うん、めてますね。まあ、ただ回転欲求は睨みを気がしてるのでドローンカー以外は止まってそうですね、うん。松田選手もかなり思い切って受けを使ってたので松本さんとしてはおっと揃ったか、もういつ行くかですね、うん。さあ勇気を持っていくか、あ即行きましたね。揃ってしまった。さあこれはそこで投了恐ろしい。技1本目は松本選手がサヒリコンボを完成させて勝利と。うーんさすが久々に見ましたねこの。いやこのプレインズウォーカーすごいですね。第9期フロンティア新決定戦2本目は松田選手の先手でスタートします。さあ土地土地土地ハイドラ作白竹霊、霊気の霊吉の脅威です、ね、これはキープ、ね、そうですね問題なさそうな、うん、素晴らしい。さあ松本さんも7枚でキープ、うん、手札サヒーリは見えましたね2枚ほど、うん、こっちもバランスいいですね、うん、素晴らしい。あれですねティンブールエネルギーなんですけどチラチラッと違うカードが見えるの面白いですねこのフロンティアならではのチラチラッと見えるカードの破壊力半端じゃないですよねさあ松本さんはどうですか今日産の近いチラッと引いたのが見えたんでもう霊気の調和打っても良さそうでしたけどね、うんうんうん、初手だとあの日産の近いがなかったんで、うん、サヒリライト、ちょっと色物が不安だったんですけど、うん、このフロンティア新決定戦ですが、お互いのデッキ情報、直前まで知らないままの、対戦となっております。対戦してみて初めて相手のデッキが分かるという形式になっているのでその点もぜひ、ご覧になって楽しんでみてください。そしてカバレージページの方ではですね、フロンティア新決定戦のデッキリストおよびフロンティア新決定戦での読み合い、こちらの記事もアップロードされておりますのでぜひご覧ください。さあここはさあサヒ入りにするか、うん、こちらもならずもので鏡打ちか。一応フェリーダー見えますね。そうですね、まあ、ただちょっと露骨すぎるので、うん、次のターンいずれにせよ生成は止めなきゃいけないので、3枚目さあ松田さんは、うまいことクロックを設置して、うん。松田さんとしてはやっぱりフェリダーにいずれ備えなければいけないので、うん、もう早めにでかいクリーチャーを置いておいて中盤以降は構える展開に持っていけたらいいですけどね、うん、
今のところかなり松田さんにとって理想的な展開に近いと思います、うん、さあここで1枚目のサヒリライ。そうですね、マーベルを後にすることで、まあ、このこれでエネルギー6個で即起動も狙えますし、即座にフェッチを切って、うん、おっとおっとさあこれはかなり大きいんじゃないでしょうか。スタンダードのカードやんちゃですね、うん、全然見劣りしないですね。すごいですね、すごいな。さあ松田さん今回は手札に除去もしっかり持っていてもコンボで、負けてしまうようなことはないでしょう。かなり盤石に近いですね、うん、でつむじ風の巨匠も除去していきますね。まあもうこのまま蓄霊のマナだけずっと起こしてエンドでもいいですし、まあ、次のターンはコンボが決まらないんでこのターンは大胆に動いて、もうとにかくコンボにだけ気をつければいいような状態なんで、さあここでしっかり動いてもうコンボが決まらなければそれでいいと、うん、そうですね、ただあのブリンクできるのがパーマネントなので、日産の誓いを隠したりとか、それこそサヒ入りライト無限コンボしたりとか、このクリーチャーも実はもうすでにモダンでも使われていたりと、モダンでこういうサヒ入りライコンボが、5-0 してたりします。さあ、蓄霊が2枚あるんですね。そうですね、ただやはりスタンダード同様ハイドラは除去をものともしてないので、うん、さあ松本さんは、松田さんの攻撃クリーチャー指定前にグローリーブリンガーを落として、うん、なんとかコンボ達成できないかと。この段一応除去とかがなかったら、ブロックブロックで2残って、うん、コンボで、一瞬で逆転できたかもしれないんですけど、もうブロックすら許すまじと。さあ2本目は松田選手が取り返して 1-1、 ここからサイドボードに入ります。はい、そうですね、フェリダは土地も起こせるんで6マナの状態から土地を隠していきなりコンボが決まるという恐ろしい、うん、いやすごいですね、本当に全部乗せ以外思いつかない、うん、これサイドボードとしてはどうでしょう勝村さん。どうですか、うん、エネルギー要素は見てたんで軽蔑的な一撃
作画も入れそうですけどね、うん、まあ概ね霊吉は入っているだろうと、うんまあ、その辺の霊吉対策をお互い入れて、うん、あとは松田さんの方がちょっとサイド後も含めて、その無限対策が少し少ないように感じるので、うん、松田さんとしては今みたいにもう A さんが苦しい、うん、もうとにかく苦しい中でコンボを決めなきゃいけないみたいな、もう助教を打つ余裕があるぐらいの状態に持っていきたいですね、うん、こちらですね。 A さんが、松本さんが攻めて攻めてもう、松田さんがフルタップせざるを得ない状態まで追い込まれると、うん、余裕を持ってコンボを決められてしまうので松田さんとしては積極的に攻めていって、うん、A さんから動かせるようにゲーム展開していけるといいですけど、うんうん、松本さんどうですかね。まだ松田さんのデッキにサヒ入りがコンボが入ってるか警戒してる可能性はありますかね。いやありそうですけどね、ちょっとまだ全貌が今の2ゲームでどこまで把握できてるか、まあ霊吉とかはさすがに分かると思うんですけど、うん、3本目スタートします。まあ、これはキープでしょうと。さあもうちょっと、うん、全部の世界が、ね、溢れ出てますけど、もうなんかちょっとじゃなくて結構てんこ盛り普通じゃないかと見えましたね若干味が喧嘩してる、うん、ぐらいの手札でしたけどさあ対して松田選手ですが、これはあまり良いとは言えないか、どうでしょう。そうちょっときついですね、うん、軽蔑的な一撃とマグマのしぶきですね。あとは全部土地、うん、さあやっぱりちょっと松田さんとしては回転欲求が何ともならない、どうしようもない手札なのは不安が残りますね。ちょっとこれをキープして回転欲求が出てくるといかんともしがたいの で、ね、さあしかしお互いキープした模様です。フェッチしてレキトの調和、おっとここで泥の召使いも飛んできましたね。しかしまずはヘリに勝るものはなし。さあ松田選手は、土地とトラッカーを引き込んでますね、うんうん、まずは霊気との調和から。さあ手札には白緑バトランと青赤ファストランドがあるんで、うん、もう完全に捨てる用と言ってもいいですね、うん、今の山は、うん、のしかしここは攻撃せずに、うん、したかったですね。受教を警戒してそのまま、うんうん、松田さんはギリギリキープぐらいだったと思いますけどね、かなり悩んでましたし、さあここも動くかどうか。さあこれで最を消して戻した。これで、松本さんの歴史の脅威は
通りそうといった感じですね。そして即起動。さあ出ちゃったーホームラン、ホームランカキーン。ものすごいことになってきましたね。いやはい、これ投了と。いや凄まじいですね。凄まじいっすね。というわけで、フロンティア審決定戦3本目は、松本選手が勝利しました。ありとあらゆる角度からとんでもないことしてくる。とんでもないことしましたね1本目はサヒリと、猫の無限コンボで、今4ターン目に歴史の脅威から約束された週末エムラクールを。すごい。さあフロンティア新決定戦4本目スタートです。さあエムラクールが見えますね。さあただキープはできそうです。そうですね、サクハク、ドロドメスカイ、チクレイラズマ、そしてナラズモノセセヤと、で土地が2枚ですかね。オクシャッフルは1ゲーム1回ですね。1マッチじゃなくて1ゲームです。ゲームごとにだから1回ずつはできます。ただマリガンするたびにとかはできないですね、1ゲームに1回なので。松田選手はキープですね。で対する松本選手はどうでしょう。こちらもキープのようですね、手札を見せてそうなので。さあまたまたもや禁止カードのオンパレードみたいな。禁止カード分けてるんですかね3枚朝日では禁止じゃないですね。失礼しました。さあ松本さんは、お互い序盤かなり綺麗に動けそうな、さあさあお互いにフェッチランドバトルランドからはいコメントありがとうございます。本日の解説にはハレルヤプロスの津村健二選手をお呼びしております。さあドロメスカイ、おーっと来るとおーってなりますねちょっとねすごい2マナのカードだな、びっくりしちゃう。さあしかしここは冷静にマナクリーチャーを焼いて時間を稼ぎつつ、さあそして不幸にも松田さんは土地が止まってしまいました。さあここでいきなりサヒリライ、これはもう本当にちょっと前のスタンダードの地獄絵図みたいな、動くとコンボで死ぬから動けないという、もうむちゃくちゃ3ターン目ですけどまだこっから毎ターン、お土地をでも引きましたね。引いたけどやっぱ動きづらいんですよね。もう猫が出てきただけで死んでしまうので。そこで松本選手も追加の土地がないような様子ですが、ただ日産の誓いはありますかね。ありますね。やっぱりこういう状態になってしまうと基本的にもう無限コンボを持ってる側が圧倒的に有利なので、松田さんはもうサヒーリを殺せない状態でずっと待つしかないので、さあ空振り、空振り何か手札に入らないかと実はアーティファクトいけないかとうちに2の回転を今日追加してターンエンドと。もう松本さんは全く何も気にすることなく展開し続けることができますからね。
ここに差角、ならず者の生成や さあ松田さんも2アクション取れるようになればいいんですが、やはり津村さんのおっしゃっている通りかなり動きづらそうですね選手。まあ、タップアウトしちゃうと死んじゃうという尋常じゃない制約があるので、死んじゃうってすごいですね。タップアウトしてとんでもないクリーチャーが通るとかじゃなくて死にますからね。そうですね。2000匹の猫に殴られて死ぬという。もう松本さんとしてはもうとにかく松田さんが耐えきれないぐらいの物量を提示してタップアウトさせればおのずと勝利が見えるみたいな。このプレッシャーのかけ方がサヒリデッキというデッキの強みですよね。そうですね、やっぱサヒリが3マナで猫も4マナで場に出た時得する能力がついてるっていうのが、あんな一応の猫とか普通もう得した後なんで殺したくはないんですけど、やっぱ無限コンボがあるから殺さざるを得ないという。さあ、さあここにはしかしこれはしっかりカウンターしました、うん。もうならず者の生成屋をコピーしてちょっと気持ちよくなってるんですかね。サヒリのあの1点とかもバカにならないですからね。結構削れてるんですよね、やはり。しかしここで松田選手も歴史の脅威手札に入ってきました。まあ、ただやはり霊吉を出すにあたって1回隙を生んでしまうので今の状態で呼ぶとやっぱり2マナはどうしても浮かした状態でキャストしたいので、必ずもの先生。さあ松田選手も土地さえ伸びればかなり動きやすくはなるんですけど、まず土地が欲しいですね。さあここで調和が引けたので、これで竹霊を構えながら霊吉につなげたりも次からできます。さあ徐々に追いついてきそうな雰囲気が漂ってまいりましたが、さあしかし松田さんライフが9なのが、かなり詰まってきてますよね。さあこのターン反射を出して、さあここにはもうたまらず、さあコピーはなんとか竹霊でしのいだんですが、2体目があるんですね。さあここで2体目シャマ同士。いやしかしここは松田さんも必殺の、あれが行くしか。さあ来ました、
ここは脅威、何としてでも何か竜を、ね、シルムガルだとすごそうですけどね。シルムガルすごいですね。さあ出るか、パッと見大きいクリーチャーがいなさそうには見えましたが、うん、さあしかしここでもう一回6枚を見直して、そうさ、エメラクールが手札にいるんですよね。そうですね、残念ながら、うん、さあこれはいや、マーベルもう一回だとエネルギーが足りないです。4つしかないので、うん、シルムガルとかがあるといいんですけど、シルムガルとかだと即決してると思うんで、そこまで強力なカードが多分ないと思うんですよね、うん、巡航、巡航あるんですね。ただちょっと盤面がこれじゃ追いつけないか、うん、さあサヒーリどのモードで使っても一応6点分はもう盤面だけでありますが、ただ除去は引き込めたように見えるので、じゃあ作画が見えましたね。あ、しかし、しかしこれはつむじ風を出して、今バニアルサヒーでつむじ風をコピーっていうとほぼ積んでますね。なるほど。で、まあ対戦でスタックで何かしてくるんで、そこでもう一回サヒール出せば多分積んでるんじゃないかと。このままいくと、2点ぐらいしか通らないんで、合計で3点4点4点までで、さあそのまま突っ込んで2点、残りが4、さあただ松田さんも今のターンをしのげたのはかなり、うん、大きいですね。次のターンめちゃくちゃエネルギー補充できそうなので、いやこれはまだ目がありますね、うん、さあ3つにして、さあ松本さんエネルギー何個ですかね今。松本さんが今10個ですね。10個とんでもない数ありますね。そうですね、自分が計算、自分が試合してる時もこれぐらい早いといいんですけど。いやいやいや、最近は多分積んでたと思うんですけど、うん、さあ1残るかな、1残る気がしますね。さあ松田さんいかにリカバリーをするかといったところですが、さあまずはつむじ風の巨匠、ここで行きましたね、何回で行きましたね。さあどうだ、あっと、おっとこれはちょっと土地が多かったように見えましたが、蓄霊はありましたけどね、多分さっきのが、かなり濃いカードが何もなかったんでもう一回トライしたと思うんですけど、今回はあるだろうと踏んで起動したと思うんですけど、さあ仕方がないのでチクレを選んで、ちょっとここで大型クリじゃ何もないのはちょっと厳しいですね。さあここで投了、
ということで、フロンティア新決定戦は松本裕樹選手の防衛です。おめでとうございます。ちょっとねあそこの2回の軌道で何も出なかったのが、そうですね、